待は大ですね。さあでこのあと、まあ、マリーンズにとってもここを札幌ドームに来るのは最後ということで、今シーズン、まあ、もちろん、ね、ファーストステージもあるんですけれども、まあ、レギュラーシーズンは最後ということでファンにと挨拶に行くということです。さあそしてこの後最終戦の、まあ、札幌ドームセレモニーが行われるということで、金子特命コーチは実はこの後そのセレモニー参加のため、今日はこの後、またユニフォームに着替えてグラウンドに降りられるということですが、金子さん今日のゲームご覧になって、はい、まあ、ホーム最終戦でしたけれどもいかがでした、はい、いや本当に最後ねボルテージ上げる選手、大差で負けてしまいましたけれども、その選手の結果にこうやってボルテージとしてついてきてくれるファン、温かいファンというのは、はい、これからクライマックスステージで本当に味方になってくれるんだなと思いますね。で選手たちプラスになっている部分も多々上がっていくだろうと思われる部分も多々あると思いますので、本当にこれからの10日間いい準備、もう一度、ね、切り替えていい準備をしていかなければいけないなと感じる試合でした。で、まあ、ファイターズはこれマリンズは残り2試合で、まあ、クライマックスまでのこれ残り2試合というわけになるわけですから、これ残り2試合をどう戦うかという意味でも非常にこれ大切にこれなってきますよね。そうですね、まあ、いろんな手を打つとさっきも申しましたけれども、まあ本当に試合で壊してはいけないので、これまた敵地で今度また違う雰囲気で戦うことになりますけれども、まあ気を引き締めていかなければいけないなと思います。わかりました。金子さん、またセレモニー間に合わないといけませんのでね、今日はこれまでということになりますけれども、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。